さブロック崩しゲームが出来上がりました。今度はこのゲームに色々と工夫をし、自分だけの新しいゲームにしていきましょう。背景を自分の好きなものに変えてみましょう。ボールの動く速さを変えてみましょう。ブロックを小さくして数を増やしてみましょう。ゲームオーバーとゲームクリアの表現を工夫してみましょう。他にも色々工夫してみましょう。 ケーキのスプライトをライブラリーから追加します。少し大きすぎますので小さくします。背景からゲームスタートのメッセージを受け取ったらケーキが落ち始めるようにします。ケーキが落ちてくる大体の位置を決めます。 ケーキが落ちたことを端についたらで判断しますので、端には触らない位置にしておきます。 端に触れたまで繰り返すのブロックを作っておきます。ここで Y 座標の値をどんどん減らしていけば落ちるが表現できますので、Y 座標をマイナス3ずつ変えるにしたブロックを置きます。 このマイナス3の値を変えることで、ケーキの落ちるスピードを変えることができます。これだとケーキが一つしか落ちてきません。ここでクローンを使います。ゲームスタートを送ったら、見た目から隠すにして、 ずっと自分自身のクローンを作るようにします。先ほど作ったスクリプトは、クローンされたときにします。もう一つ、ここには、表示するを入れます。 でもこれだとなんか変ですね。ずっとクローンし続けて休むことなく落ち続けるので、こうなってしまいます。こういうときはどうすればよいでしょうそう。1秒待つのブロックを使います。 この数字を変えると、ケーキの落ちてくる感覚を変えることができます。あれまだおかしいですね。ずっと同じところに落ちてきます。 いろいろな場所から落ちてくるようにするにはどうすればよいでしょうかそう。X 座標の値をいろいろ変えてあげればよいですね。ここで乱数を使います。ここは X 座標の端から端まで。マイナス200から200に変えます。 これでいろいろなところから押してくるようになります。ケーキが下の端についたら、ケーキを消します。端に触れた後、ここで、このクローンを削除するを置きます。 今度は音も入れてみましょう。新しい音をライブラリーから追加します。少し音を 変えます。全体に音を小さくします。音が長すぎますので、ここをカットします。でさらに、フェードアウト。 こんな感じでしょうか。落ちたときの音を入れます。 今度は猫が拾った時の判断を入れます。もし、猫はスプライト1ですので、もしスプライト1に触れたなら、 こちらですね、得点を1ずつ増やしていきますそして猫が受け取ったらこのケーキは消すようにします得点が増えて猫が ケーキとぶつかると、ケーキが消えることがわかります。猫が拾った時の音も欲しいですね。ですので、もう一つ音を追加してあげます。 ここは、終わるまでよりも、ただ音を鳴らすだけの方が良さそうです。では、猫がケーキを拾えずに下まで落ちてしまったら、ミスを、一ずつ増やします。 もし、ミスが、ミスが10個になったら、ゲームオーバーにしますので、すべてを止めます。 次はゲームオーバーの文字を表示しています。